発明学会の会長からの一言が思い出に残っているということをお聞きしたんですけれども、はい、そのお話についてお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね。じゃあ、発明を始めたきっかけからご紹介したいと思うんですが、うん、で下の子供が生まれたばっかりの時に、まあ、お姉ちゃんの保育園に、まあ、連れてった時に泣いちゃって他のお母さんたちの迷惑になるんですね。でおしゃぶりに紐をつけて耳にかけるっていうのをやったら、まあ、おしゃぶり加えさせると泣き止むんですけど、おしゃぶり生まれたばかりなのですぐおしゃぶり落としちゃうんですね、うん、なのでおしゃぶりの空気穴に紐を通して耳にかけるっていうのをやっていたら、他のお母さんからちょうどその頃そのオウム真理教がなんか巷を騒がしてる時代で、福井さんそれ毒ガスマスクみたい、面白いから特許取ってみたらって言ってくれたお母様がいて、うん、でそれでそれが初めて特許っていう言葉との出会いで、うん、でまあ本屋さんに行って立ち読みをしてたら、町の発明家を応援してくれる団体があるっていうのがありまして、それは発明学会っていうんですけど、はい、まあ、新宿にまあ今もあるんですけど、そこに入りまして、まあ、入会して、で発明事業家セミナーっていうのがあるんですが、発明学会に入ると一番最初に習う言葉っていうのがあって、うん、豊沢会長っていうんですけど、もうお亡くなりになられたんですけど、うん、そちらの方の本で一番最初に習うのが、嫌だなと思ったらそこにビジネスチャンスがあると思えって習うんですね。普通の人はスマホが取れないとか、傘はどこ忘れてきちゃったとか、そういうのってこう一日生きてるとたくさんあって、もうそんなこと嫌だなと思ってもすぐ忘れちゃうじゃないですか、うん、でも発明家は嫌だなと思ったらそれをメモに取って、自分だったらどうしようって考えて作ってみて使ってみて、よかったら特許を取って世の中に出してこうっていうのが、まあ、発明家の考え方なんですね。なんでそう考えると、まあ、発明の種なんかいっぱいあって、まあ要するに気がついてないだけなんですよね。なんでそういうのを、まあ、最初に習うんですね。なので、まあ、今もずっとそれをずっと、まあ、会社にしてもずっとやってるだけな感じですね。あったらいいねを形にするっていう理念ですね、はいはい、その理念に込めた思いをちょっと福井社長からお伺いできればなと。私どもはその発明からスタートした会社なので、プロダクトアウトではなくニーズアウトっていうのにこだわってまして、なので物があるからそれに合わせて何かを作るんではなくて、こういうものがあったらいいなっていうところからスタートする。そうそうそう欲しかったのみたいな、うん、そういうなんかちょっと背中がかゆいところに手が届くような、そういうものを、まあ、これからもですねずっとこう生み出していきたいなと思っています。平成の時代を生きた福井社長にですね、未来に向けたメッセージをいただけないかなと思いまして、あえてその若い人たちに言うことがあるとしたら、好きなことをやられるのが一番いいんじゃないかなと思います、うん、こうあるべきだみたいなのはなくて、まあ、価値観もすごく多様化してますし、ただその自分が好きなこと、私なんかだったら発明がすごく好きで、まあ、それを仕事にさせてもらってるんですけど、まあ、例えばイチロー選手でも、まあ、例えばフィギュアスケートの女の子でも、まあ、例えば卓球の愛ちゃんでも、まあ、大坂なおみ選手でも錦織選手でも、みんな本当にテニスがすごい好きで好きで、卓球が好きで好きで、もうスケートが好きで好きで、すごいもう本当に寝る間惜しんで一生懸命努力しても一流になれる人って一握りじゃないですか。嫌なことをいやいややって一流になれる可能性ってすごく低いと思うんですね。であればもう本当に好きなことを見つけて、まあ、そこでその踏ん張るというか、そこにおすがりして一生懸命こうやるのが一番、まあ、誰かのためにとかじゃなくて自分のために好きなことをやられるのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。それは仕事だろうがボランティアだろうが、自分がこれが好きだなっていう思いを大事にするというか、そうですね、自分の気持ちに素直にっていうところなんでしょうか。そうですね、まあ、あんまりこうあるべきだみたいなのが私にはあんまりないので、まあ、100年続く会社にもちろんなればいいと思いますけど、でも別に形を変えても、例えば社名が変わっても扱うものが変わっても、そんなことはまああんまり問題ではなくて、あったらいいな形にするとか、まあ、嫌だなと思ったらビジネスチャンスがあるとか、そういう思いがちゃんとつながっていればいいと思うんですよね、うん、はい、ありがとうございます。貴重なお時間いただきましてありがとうございました、はい。